どうも、アパーパーゲームズのサボと、サボじゃないもの J です。本日は、はい、この鳥玉をやっていきたいと思います。はい、これね、多分ね、チキン度を測るゲームなんだよね。あ、だから鳥なのか。鳥で早速やっていきます。アパーパーのビビリがどっちか勝負できるってこと？そうだね、二人で鳥玉でちょっとビビリ、どっちがビビリか。オッケー、いきますか。チキン、あ、来た、もうすでに来たよ。何これ？ワナナバニエン。ワニに噛まれるな。え、ギリギリで避けた方がいいってこと？そうだね。本当に？そう、本当に？そうそう。待って、これボタンは何？ A、B、C、D。何の表記これ？ハウツープレイ、どのボタン押してもいいのかな？うん。押して。移動とかないのこれ？え、どういうこと？ない。ジャンプなの？何これ？俺どれ？上がサボだよ、多分。え、何？どっからボタン押せば逃げれるのね、ちゃんと。そうだね。そう、本当だよね。ギリギリで逃げないといけない。なんかお前のワニ押す。よーし、お前ワニ多くなかった？なんかちょっと多かった。多かったよね。え、ボタン押しただけで逃げれた？逃げれた。押したんだけどな。チキチキたらい落とし、頭をぶつけるな。オッケー、落下物を止める。ギリギリで止めた方が勝ちでしょ。そう。でも当たった方が男気あるとかない？これねえ、その男気ゲームだよ。あ、違う。何、どうすんじゃん。なんかさ、さっき俺から落ちるの早かったよね。早っ。はいくそー、稼いだ稼いだ。もうちょっとさ、さっきのワニみたいな感じで来ると思ったんだけど。早かったね。早かった。パッキーゲーム、キスを阻止しろ。え、どういうことだ？二人を止める。パッキー、パッキーって何？ポッキーゲームみたいなもんだ。待て待て、キスをすんな。え、ギリギリ、やばい、待て、キスが、キスが、あぁ、え、お前すごい。いやーし、クレイジー、一応。いやー、マジか、グレイとか。もうちょっと寸前で行けばよかった。もう鼻息当たってたんだ、あいつも。どっち？よーし。あ、俺今、チキンなの？でもお前チキンだよ。俺からヒヨコだから、ギリギリチキンだから。俺でも、もう卵かけご飯で食われる準備は OK だよ。お、元祖チキンレース。まあ、チキンレースといえばこういうのって言うもんね。待ってました、こういうの。崖ギリギリで止まれ。任せろ。車だ。どこ崖？崖。あ、いや、あ、俺遅いよ。すっごい遅いじゃん。もうチキンじゃないそれ。うるせえ。もうすでにチキンじゃん。これさ、ブレーキ結構あれなのか、早めに切らないといけないから。待て待て、なんか変な人乗ってきた。どうすればいい？いや、俺も乗ってきた。 140?130? まだ遅い。俺マジでね、2ミリとかです。これむずいぞ。 81?70?2 ミリ落ちるだろ。 61?39?27?19?21? はい、はい。お前、飛べると思った？チキンだから。いや、普通、止まるかなと思ったんだけどね。キーって。むずいな、なんか、タイミングが。わかんないよ。あ、たらい落とし。いけるいけるいける。どうすんだろう、どうせ。さっきの、同じ鉄板がないわ。俺もう2ミリでいく、また。いや、微妙！どっち？いや、ギリお前か。けど、どっちもダメだな。もっといけたの、これ。うん、あ、来た来た。パッキーゲーム来ました。さっき鼻息当たってな、そんなできなかった。鼻息を感じないようにすればいいんだ。なんか早く、何クロールしてんの？あー、見せられませーん。お前もや。こういうことがあるのか。早いね。おぉ。クロールしたり進んだね。なんでマイナス16000やってんの？男気があんのよ、逆に。もう俺はもう食らってもいいみたいなね。そんなところを分かってもいただきたい。お前 155% のチキン度だぞ。男気って言ってほしいよ、逆に。じゃあ、アホ踊りだよ。お前、しかも見てみ？ゲームのルール、わかる？でもお前も見て、チキンですらないだって。ええー、はい。俺もダメなんだ、どっちが。チキンじゃないか。え、サスペンス劇場だって。爆発寸前で爆弾を止めろ。何これ、どういうことだ？だから多分、犯人が追い詰められて、爆弾を仕掛けたんだよ。崖で止めるんだろ、多分。サスペンスだから。サスペンスと言ったら崖だもんね。うん。崖じゃねえしな。崖じゃねえ。待て待て。待て。俺、8、7。あ、ノック！チキンすぎない？俺が。Jさんのさ、うん、もう、すべて惑わされたわ。いや、俺も惑わされてる。なんでだよ。おわいっこだよ、じゃあ。俺もわかんなかったもん、だって。ワナナバニエン。さっきのやつだ。さっきのやつだ。いくよ。ワニの速度が違うからな。だって、お前肉の方がさ、多分食わないよ。違う、いやけど南国といえばバナナじゃん。南国といえばバナナって、ワニとどうやって繋がってきたんだよ、お前よ。
あ、やべ。ドンピシャリじゃない俺。あ、惜しいお前。いや、なんか後ろがね、結構人間が頑張ってくれたから遅かった。あいつ食われるぞ。え、小学コンビ名はマナナ番。マナナ番の J と申します。マナナ番のサボです。あ、元祖チキンです。これやりたかったんだよ。多分結構手前でブレーキ踏んだ方が良さそう。そうだね。うん、やっぱ感性みたいなのありますから。スピードがあればあるほどだよね。俺でも遅いよ。あ、今回俺は遅いわ。50キロ100キロ出てる。今回遅い。早めのブレーキだ。どんぐらい、どんぐらいだ。グリップ力信じる俺。そろそろ50メートルか。やばだ。ちょっと命令を得ない。あ、なんか変な邪魔が入った。まあまあかな。まあそれで29か。なんだ俺は、うん、もうちょっと攻められるってことだよね。攻めすぎや。あー、人が邪魔で何、残り1キロが見えなかったんだけど。やべえ、勝ったな。マイナス出た時点で結構危なくない？今回俺マイナスないよ。お、すげえ。せー、お、すげえ。よし、滑稽だよ。トリコッチョーだって。何それ。トリコッケーか。うん、これ、あ、何これ、どういうこと。トリコンファンタジーモンスターを倒せ、スティックで選択肢決定。うん、どういうことだ。見てみよう。判断力が大事。一瞬のね、逃げるか戦うか。あ、なるほど。あ、逃げる。さすがに。なになになに、やばい。まだじゃない。どういうこと、まだ戦う。おお、やるじゃん。やばくない。なんか、おい、戦った方がいいぞこれ。おい、絶対逃げた方がいい、危ない。ゼロ？うん、止めれてない。いや、あと2回ってこと？これもしかして。うん、かぁ下手くそすぎる。やばい、崖っぷち。うわぁ、うまい。10ダメ？ 6。 はい、あー、雑魚。なんでさ、逃げたチキンより俺の、お、一緒なんだよ、チキンのが。負けたやつと一緒だな、俺生きてんのに。あ、爆弾のやつだ。オッケーオッケー。どうせ見えなくなるからね。ちゃんと数えとかないと。あ、心の、口に出すのなしな。わかった。だから今5秒ぐらいだよね、多分。え、お前、え？え？あれ？確かに止めたかと思ったのに。ダメだったってこと、うん、どっち。多分ダメだった。ダメだったってこと。間に合わなかった。多分お前すごいってことだと思うよ、これ。1秒以下だもんね。0.2 秒で止めたってことでしょ、お前。お、ぴったりや。お。狙ったんだけどな。あ、椅子。いや、これで勝つ、俺は。ギリギリで。ギリギリ。俺も、まだクロールし始めて。もう、もう、チュッチュッチュー。まだ鼻息感じたか、お前。俺ちょっと嫌だから、ちょっと、そういうのは。心に決めたサボさんとしかやりません。やめろよな。え、負けなのこれ。なんで一緒なんだよ。あ、でも同じやん、称号は。称号は。